馬路村のおすすめ商品を購入してみたぞ。アンマンかわいい寝顔。今日のアンマンちゃんでございます。アンマンちゃんが寝てます。力尽きてます。こたつの布団の上で力尽きてます。力尽きてる。そろそろお薬ですよ。ダメだ、気持ちよさそう。絶対寝たふりしてる、そんな気がする。お薬ですよ。絶対起きてるよ。わかるんだからね。そろそろお薬の時間ですよ。嫌だもんじゃなくて。それでは本編スタートです。どうもプニーでございます。お元気ですか皆さん。今日はですね、またこちら馬路村のね、特産品でございます。この馬路村の商品をね、5000人突破プレゼントの中に入れようじゃないかと。もはやプレゼントがゲームとかじゃないっていうね。これをね、皆さんに食べてもらいたい。なので、これをね、ちょっと入れようかなと思ってね、追加購入したんですよね。なので、ちょっとまた紹介させてください。よいしょ。まずはね、開けていきましょう。なんだろう、紙袋も入ってる。なんだろうね。まず、なんか、カレンダーかな？なんか入ってた。よいしょ。違うかな？あ、カレンダーですね。馬路村農協さんのカレンダーですね。あの、紙のね、触り心地が、なんかね、ツルツルではなくて、なんだろうね、なんかこう、ちょっとザラザラした紙で、なんか好きな感じ。落ち着く感じ。あ、こういうなんか早見表なんかもついてるんだ。すごいね。と、プニさんは何になるんだ？ここですね、プニさんはね。満16歳。見てみよう。あ、すごっ！あ、これ、あれだよね。ポン酢とかに書いてある絵だ。え、むちゃくちゃいいじゃん、このカレンダー。ほら、なんかさ、この絵が、すごい良くないっすか？いや、いいなぁ。へぇー。あ、いいね、いいね。おぉ。アートだよね。素晴らしい。ちょっとね、この絵を描かれてる方を、ちょっと私、ちょっと勉強不足でまだ調べてないので、お話できないんですが、ちょっと調べてみよう。365日の未来か。いいね。題名もね、題名っていうのかな。いいね。確かにそうだもんね。365日の未来だよね。いや、いいなぁ。このキャッチ。素敵。アンケートがじゃないですよ、これ。もうね、馬路村を2025年も押していこうと思って。美味しいんだもんだって。これなんだろう、紙袋がついてた。ごっくん。
ゆずの村ですね。人口がね、非常に少ないんですけど、ゆずのね、村としてね、すごく、ね、頑張っている村でございます。四国にある村ですね。これね、ポン酢醤油のね、いろんなやつがちょっとずつ入っているんですけど、これをね、5000人記念の、そのプレゼント、1名様に、プレゼントする中に入れようかなと思って。ぜひね、馬路村のポン酢をね、食べてもらいたい。なので、これをね、入れる予定でございます。ぜひね、皆さん、5000人ライブ見てください。大したことするわけじゃないんですけどね。ただ雑談して終わるだけのライブです。で、次後ですね。あ、これですね。このゆず飲料。ゆずの村のゆずドリンクってやつなんですけど、これ割れてないかな。これね、ちょっとね、荷物送らなきゃいけない人がいるんで、その人に、こう、飲んでもらおうと思って。もうどんどんね、馬路村の商品を押し付けていくから。そう、これね、美味しいんですよ。これ、希釈タイプで、どこだっけな。どっかに書いてある？あ、書いてある。6倍にね、割って飲んでくださいって書いてありますね。これのね、ソーダ割りとかね、牛乳割りがね、またうまいんだ。なのでね、ちょっとね、トロッとしてね、牛乳が。なのでね、これはまた送り用ですね。なので箱付きで買いました。で、次がですね、これ自分用ですね。1リットル。もうね、ちっちゃいのを買うのめんどくさくなった。1リットルで買う。これね、希釈タイプで6倍に薄めて飲みます。もう一本ね。これはね、ご近所さんに配るやつね。もう、押し付けていくから。なのでね。あとこれもね、そうだね、プレゼント用にしようかなって今考えてる。というわけで、今回はね、もうちょっと、馬路村の商品を、また買ったよっていうお話だけなんですが、このポン酢の方ね、5000人突破記念ライブで、プレゼントしようかなと思っていますので、ぜひね、5000人記念ライブ見ていただいて、応募方法をね、ライブ中に、告知しますので、それ見ていただければ。アーカイブも残るんでね、別にアーカイブ見ていただければ、それでいいんですけど。というわけで、ぜひね、皆さん、概要欄にね、馬路村農協さんの通販サイトがあるんですよ。馬路村の、こういう商品扱ってる。で、化粧品とかお酒とか、柚子のお酒とかね、あと、化粧品も柚子のやつとか、まあ、こういう柚子のポン酢とか、あと、入浴剤とか、なんかね、いろいろ売ってるんですよ。雑貨とか。なので、一度ホームページにね、見ていただけたらと思います。それでは、またね。また明日ね。今日もご視聴ありがとうございます。よかったらね、チャンネル登録、コメント、評価いただければ嬉しく思います。ぜひね、皆さんちょっと買ってみてください。すごく美味しいから。というわけで、またね。